海上自衛隊次期イージス艦建造計画が、現岸田政権であっさりと見直され、小型化の方向で決定された。トマホーク搭載可能艦は、引き続き継続されている。今回は、この、女王型護衛艦ヤマト誕生せず、岸田政権小型化イージス艦建造を詳しく見ていきますね。トマホーク搭載とされているが、イージス艦の歯黒まで収益している。しかも、180番だよね。次のイージス護衛艦は何番になるんだろうか。ちょっと気になった。2023年度の防衛予算の概算要求に際して、2020年の6月に導入中止が決定された陸上配備型のイージスアショアに代わり、そのレーダー部等をそのまま流用する大型のイージスシステム搭載艦の建造が打ち出されたことは、記憶に新しい。これは、特に、2022年秋に、北朝鮮が、各種の弾道弾や、巡航ミサイルの乱発を続ける事態が発生したことで、日本のミサイル防衛の、今後の中核を成すものと、期待をされたが、その、あまりに大きすぎる規模感には、これを疑問視する声も多かった。しかし、2022年11月に入ると、排水量で2万トン級、全長で210メートル、全幅で40メートルとも当初伝えられたイージスシステム搭載艦は、現行のマヤ型護衛艦程度の現実的なサイズにまで回帰するとの報道が行われた。要は、アメリカ海軍の標準艦艇である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとしたサイズに戻るということを意味しているわけだが、この通りに建造が進めば、大きさ的には、現行のイージス護衛艦が、普通に2隻増加するというわけだ。イージスシステム搭載艦が、当初、そこまでの大きさを必要とするとされた理由は、中止されたイージスアショア用のレーダー等の大きさが、陸上配備型であるがゆえに、巨大であると言われてきたが、あっさり撤回に転じたと言える。それでも、弾道弾迎撃用の SM-3 等のミサイルに加えて、航空機や巡航ミミサイルの迎撃にも対応可能な SM-6 や、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の配備までのギャップを埋めるものとして、トマホーク巡航ミサイルの装備は続ける方針のようだ。ただし、アメリカ海軍の主力対地攻撃能力を担う兵装であるが、ゆえか、日本では、トマホーク巡航ミサイルに、厳しい目を向ける、一定数の反対勢力が、根強く存在しており、イージスシステム搭載艦より激しく、批判の対象にされている、艦も否めない。トマホーク巡航ミサイルは、現在は、アメリカの軍需産業大手のレイセオンテクノロジーズ社が、製造を行っているが、一発あたり1億円以上とも言われる高額さも手伝って、アメリカに、日本の貴重な血税が浪費されるというような文脈での批判も目につく。そこからは、アメリカの軍需産業にいいように踊らされる日本という古典的な図式と、そうした軍需企業が、自社や自国の利益を追求するために、日本にと、して不要な兵器を高額で売りつけているとする歪んだ被害者意識が蔓延している。ちょうど、日本が航空自衛隊の主力戦闘機として、以前で、あれは F-15 イーグル、最近であれ、F-35 ライトニング2を調達していることにも、同じような批判が繰り返されてきたが、こうした行為を迫害などと揶揄して、政権批判に結びつけている。しかし、少し考えてみれば、今現在第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2を日本が調達しなければ、すでに、数の上では対抗することが不可能と化してしまっている中国に対して、圧倒的に不利な戦力しか持ち合わせないことになってしまう。むしろ、今の時代だからこそ、数そのものは少なくとも、最新鋭の兵器を日本が保有することによって、中国との
軍事的なバランスが保たれるのであり、数だけでなく質まで同様以下となれば、日本の防衛力は著しく損なわれていくことは明らかである。そもそもトマホーク巡航ミサイルに限って、これまでの経緯を振り返ってみれば、今でこそアメリカ政府は日本の調達意向におおむね賛同の意を示しているとされているが、最初に日本側がそうした意向を持った際には後ろ向きだった。日本がトマホーク巡航ミサイルを調達することを希求したのは、2004年の防衛計画の大綱が始まりであったとされ、この時点では海上自衛隊の艦艇に同ミサイルを実装し、主として北朝鮮等が保有する弾道弾への抑止力として推奨された。これは日本に向けて中長距離の弾道弾を保有する国に対して、その発射の傾向が確認された場合には反撃を行う能力を備えておくべきであるとの考え方から出された案であり、その兵装としてトマホーク巡航ミサイルが訴状に挙げられたものだ。その9年後となる新たな防衛大綱の下で、2013年に当時の日本政府は実際にアメリカ政府に対してトマホーク巡航ミサイルの調達の意向を打診したとされているが、この時点でもアメリカ側からの色良い返答が行われることはなかったようだ。これはトマホーク巡航ミサイルの射程距離を勘案した場合、それを与えてしまえば日本の本土からでも中国や韓国を攻撃圏内に収めてしまうことを懸念したためとも言われており、それらの国からの反発をアメリカが良しとしなかったことが伺える。ここまでの経緯を見渡してみても、前述したようなアメリカは日本に対して兵器輸出で利益を上げようと常に画策しているというような指摘には当てはまっておらず、むしろ日本が欲する兵器でっても政治的に許諾してこなかった感が強い。しかし、2013年以降も経済の発展を後ろ盾として、ますます中国軍の軍備の増強は続き、今日では局地的にはアメリカ軍でさえもしのぎきれるほどに到達してしまったとさえ囁かれており、アメリカも方針を転換する時期と考えるに至ったのだろう。加えてアメリカの前トランプ政権下では、一時的に関係が改善されたかに見えた北朝鮮だったが、ロシアからの支援を受けて新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発を加速させており、今の乱射に続く状態へと、こちらも軍備の拡張を止める気配もない。そしてロシアは今もウクライナ侵攻を止める動きは見せておらず、中国、北朝鮮、ロシアという仮想敵国に日本海を隔てて対峙する日本の防衛力は、ミサイル防衛に代表されるような迎撃兵器の配備も残念ながら限界を迎えつつあるという状態だ。敵のミサイルを迎撃する可能性と手段が狭まっている以上、それを行わせないためには日本も反撃できる能力を保有していることを示すより他に手はなく、懲罰的抑止力としての長距離での攻撃が可能な兵装を持つしか手段はないだろう。その意味ではトマホーク巡航ミサイルほどに実際に中東方面での実戦に使用されて効果を示した兵装は貴重で、防衛力の国産化という観点からはいささかそれるものの、対地攻撃用の有効な兵器としてこれ以上確実なものを探すことは困難と言えよう。ちなみに日本共産党はその機関紙である新聞赤旗市場において、北朝鮮や中国の脅威は認めつつも、日本がトマホーク巡航ミサイル等の敵地攻撃能力を持つことはさらなる対立と軍拡競争を招くとして、厳しくこれを糾弾している。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の現状を見れば明らかなように、
通常戦力による戦闘で劣勢に立たされたロシアは、ウクライナが巡航ミサイルを保有していないことを逆手にとって、電力等のインフラ攻撃にシフトしてきている。これは、ウクライナがそのような兵器を保有していないことを前提とした一方的な攻撃であり、もし仮にウクライナが同様の反撃を行える兵器を保有していたとするならば、そのような攻撃は躊躇していた可能性が高いと思われる。こうしたロシア・ウクライナ戦争の現実を目の当たりにして、対地攻撃能力を持つトマホーク巡航ミサイルのような兵器の日本の保有を罵ったとしても、大多数の日本人が日本共産党の唱えるような理屈に賛同することはないだろう。アメリカが全面的に何においても正しい行動をとっていないことを割り引いて考えたとしても、少なくとも中国や北朝鮮やロシアよりはマシであり、トマホーク巡航ミサイルのような実績のある兵器の調達を行うことは、日本にとってマイナスにはならないと思える。